そうですね、14時からお待ちしてます。雨降ってなかったよ。そう、3人3人で1部2部でね、今日ね、これでね、新幹線の中を過ごしました。もうなんか持っていくブランケットがだんだんでかくなって、もう布団みたいな感じなんですよ。そうそう、もう寝るよ。寝ました。ヘカシー独占してないよ。なんか金曜日人が多いんですよ、結構。今日金曜日だよね。そう、人が多いんですよ。なんか金曜日の新幹線って人がすごい多くて、結構ぎゅうぎゅうなんですよ。そうなの。バキバキ。そう、見てください、あ、聞いてください、この硬い音。硬いと思いませんか？音だけじゃ分からん。どうですか？そうでもない。バキバキ、カチカチ。嘘、ほら。おやすみだね。うん、七夕終わるね。なんかさ、私さ、新幹線でさ、ツイッターパッて見たらさ、なんかリネタンがなんか「織姫と彦星は三途の川で出会ったなんてロマンティック」みたいな感じのこと書いてて、なんか「え？」と思って。三途の川で出会ったんやっけってずっと頭の中で考えてて、そしたら三途の、もうびっくりしたの、リネタ三途の川みたいな。天の川だよね。そうだよね、よかった。天の川、三途の川ってどういうことってずっと思う。ありがとう。ということで、皆さんおやすみなさい。よかった、みんなおやすみ、おやすみって言えてよかった。おやすみ。Love you。 ありがとう、聞くと。お疲れ。皆さんゆっくり寝てくださいませ。また明日また明日です。うん、ちょっとでしたが、おやすみなさいませ。ありがとうございました。Thank you.